皆さんこんにちは、あやのです。今日は秋服を買う前に見てほしいおすすめのアイテムを使って5コーデ皆様にご紹介したいと思います。概要欄に載っている紹介 URL から登録するとお得にグレールのアイテムがゲットできるので、そちらもぜひ活用してみてください。まず1着目はこちら、ふわふわのシャギーニットに一目惚れして購入したトップスを使ったコーデのご紹介です。シャギーのふわっと感とニットで上品な雰囲気を演出したトップスです。ストレッチ性があり、ボディラインに程よくフィット。スカートは歩くたびにひらりと揺れてレディー度を高めるマーメイドスカートを選びました。まずはトップスからご紹介します。シャギースリーブニットトップス、アイボリーの M サイズです。首元はアクセの映える首元となっており、着心地のいいニット素材です。袖の部分には毛足の長いシャギーが使われており、毛が抜ける心配はなかったです。丈はこのくらいで少し厚みのある素材です。360度回ってみるとこんな感じです。ニットの部分の生地は薄めなため、下着の透けなどは少し気になりました。 M サイズ着用で着丈は46センチ。コンパクトな着丈なので、インをしてもアウトをしてもどちらでも合わせやすい一枚です。続いてスカートはチェック柄ツイードマーメイドスカート、アイボリーの M サイズです。前はすっきり、左側にはファスナーがあり、バックウエストゴム入りです。M サイズ着用で総丈は92センチ。163センチの私が M サイズを着用してこれぐらいの丈感となります。サイズが変わるごとに1センチずつ丈が変わります。高級感たっぷりなツイード素材で上品さアップ。裏地もしっかりとついています。サイドファスナーが腰回りをすっきりと見せて美しいシルエットを叶えてくれます。生地は厚めで少し重さのあるスカートです。スカートのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。続いて2着目はこちら、バズっていたつないでる風トップスに一目惚れ。こちらのトップスを使ったコーデのご紹介となります。透け感のあるオーガンジー素材で上品な肌見せが叶うトップスです。セットではもちろん、オーガンジートップスとリブニット、それぞれ単体でも着こなせちゃいます。またスカートは美しいシルエットでエレガントなマーメイドスカートを合わせました。まずはトップスからご紹介します。オーガンジートップス×リブニットアンサンブル、アイボリーのフリーサイズです。2点セットとなっており、リブニットは首元が詰まっており、また細見せを叶える縦リブに、そしてノースリーブとなっています。オーガンジートップスは上下ともにしっかりとゴムが入っていて、360度回ってみるとこんな感じです。
フリーサイズでニットの着丈は51センチとなっています。続いてスカートはバックスリットマーメイドスカート、ピンクの M サイズです。前はすっきり、左側にはファスナーがあり、バックウエストゴム入りです。総丈はすべて94センチ、163センチの私が M サイズを着用してこれぐらいの丈感となります。バックスリットが入っているおかげで歩きやすいマーメイドスカートです。裏地はないタイプですが、下着の透け感などは気にならなかったです。綺麗なロングシルエットでオフィスカジュアルとしてもとってもおすすめです。薄すぎない生地で透け感のないタイプのスカートです。続いて3着目はこちら、とってもガーリーなアイテムを使って白と黒でまとめた女の子コーデのご紹介です。ダイヤ柄のアイレット編みで軽い着心地が特徴的なトップスです。ツヤっとしたパールと愛らしいリボンモチーフでフェミニンな印象に。スカートは綺麗なマーメイドシルエットで女っぽさが増すアイテムを選びました。まずはトップスからご紹介します。ダイヤ柄透かし編みパールリボンニットトップス、オフホワイトのフリーサイズです。首元は詰まったデザインになっており、パールとリボンがついているフェミニンなトップスです。肩の部分はこのようになっており、丈はこのくらいです。360度回ってみるとこんな感じです。着丈は47センチ、着用してみると少しきつめでタイトな印象を持ちました。スカートはアシンメトリーマーメイドスカート、ブラックの S サイズです。前はすっきり、左側にはファスナーがあり、バックウエストゴム入りです。S サイズ着用で、総丈は右 86.5センチ、左 93センチです。163センチの私が S サイズを着用してこれぐらいの丈感となります。落ち感のあるエレガントな雰囲気を叶えてくれながらも、履き心地は軽くとっても歩きやすい印象です。生地は薄めですが透け感のないタイプです。スカートのアップはこんな感じです。裏地もしっかりとついています。続いて4着目はこちら、1000円台で購入できるトップスながらもフェミニンで高見え間違いなしのデートコーデのご紹介です。華奢に見せる女性らしいシルエットがこだわりの1枚は、袖の部分がふんわりとバルーンデザインになっており、今っぽさがあふれるアイテムです。オールシーズン使えるスカートは履くだけでいい女感が漂う1枚です。まずはトップスからご紹介します。リボンボタンシアースリーブニットトップス、アイボリーのフリーサイズです。首元は V ネックとなっており、フェイクのリボンボタンがついています。細見せを叶える縦リブとなっており、肩の部分はオーガンジー素材のバルーンデザインとなっています。360度回ってみるとこんな感じです。
フリーサイズで着丈は47センチとなっています。続いてスカートはこちら、花柄レースマーメイドスカート、ベージュの S サイズです。前はすっきり、ファスナーなどはなくバックウエストゴム入りです。総丈はどのサイズもすべて94センチ、163センチの私が S サイズを着用してこのくらいの丈感となります。裾に向けて広がるマーメイドシルエットで動くたびにとっても華やかな印象になります。またハイウエストデザインで足を長く見せ、スタイルアップも叶えてくれます。表地は薄いレースの素材となっています。スカートのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。最後5着目はこちら、新作で登場した時から狙っていたビスチェがついたワンピのご紹介です。サラサラとした素材で軽やかな雰囲気を醸し出すエアリーなワンピースです。シックで落ち着いた印象のワンピなので、大人女子にもおすすめな1枚です。花柄ビスチェレイヤード風ワンピース、グレーのフリーサイズです。首元は詰まったデザインとなっており、花柄のビスチェがついています。ビスチェは取り外しができない仕様となっています。後ろで自分で結ぶスタイルです。袖はポワンとなっていて、とっても可愛いポイント。360度回ってみるとこんな感じです。チャックなどの着脱ではなく、上からかぶるタイプのワンピースです。ウエストは少し高い位置で設定がされており、後ろで結べるのでウエストマークすることができます。フリーサイズで着丈は121センチ、163センチの私が着用してこれぐらいの丈感となります。綺麗に広がる大人の花柄ワンピです。柄のアップはこんな感じです。生地は薄めとなっています。ワンピースのアップはこんな感じです。このあたりまで裏地がついています。サラサラとした裏地がついています。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタ、TikTok もやっているので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。そして YouTube チャンネル登録、コメント、グッドボタン、ぜひぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。